正解はこれがあるから怖いですね安倍派幹部六人に裏金かとあり瀬光さんや萩生田さんの名前が挙がっていますこの中の方でも総裁選に名前が挙がっている方がおられます総裁選までに誰が生き残るのかすでに総裁選は始まっているのかもしれません